こんにちは。信州福チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日は松本から長野市まで大人の遠足に行ってまいりましたので、その様子をお届けしたいと思います。まず松本駅からワイドビューシナノに乗って長野駅まで行きます。こちらは日本三大車窓の篠ノ井線からの景色です。善光寺平を一望する絶景です。こちらの篠ノ井線の他に北海道の根室本線と九州の肥薩線が三大車窓と呼ばれております。こちらが長野駅でございます。何年か前に建て替えられまして、重厚な雰囲気の駅になりました。木材が多く使用されており、長野県らしい素敵な駅舎でございます。私はすごく久しぶりに来ましたので、雰囲気が変わっていてとてもびっくりいたしました。善光寺までは歩いていきます。こちらの道も以前と変わっていて、とてもおしゃれな通りになりました。変電場もありますね。そして電柱がないので本当にいい道ですね。大門というおしゃれなスポットもありますよ。カフェやレストランがいろいろ入っていて、とても雰囲気がいい場所です。今度はぜひ立ち寄ってお食事をしてみたいと思います。長野といえば八幡屋磯五郎さんです。でも賑わっておりました。今年のイヤーモデル館はもちろん御開帳バージョンでございます。いよいよ善光寺参道に到着いたしました。今年の御開帳は4月3日から6月29日までの約3ヶ月間で、密を回避するためにいつもより長くなっております。こちらが仁王門です。登録有形文化財です。ホームページによりますと、仁王像は一般的な配置と逆になっています。右に運行、左に阿行が安置されていますと書いてあります。迫力がありますね。回向柱まではとても長い行列で、1時間ぐらいはかかりそうだったので、私はここで引き返しました。また空いている時に来たいと思います。ここに昔は本堂があったそうです。懐かしい長野オリンピックのマンホールがありました。長野駅には東山魁夷さんの絵が飾られています。長野県立美術館には東山魁夷館というところがありますので、今度ゆっくり訪れてみたいと思います。
たワイドビューシナノに乗って松本に帰ります。今回は善光寺の御開帳はとても混雑していましたので回向柱までは諦めましたが、私は長野県民なのでまたいつでも行くことができますので、機会を見つけてまた行ってみたいと思います。現地の方にお伺いしたところ、夕方は空いていてスムーズに参拝できるようです。また6月の平日は空いている予想になっておりますので、ぜひ信州にお越しいただければ嬉しいです。では本日は長野市の様子をお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。